ヤイツェは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、同国の中部に位置している。ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する二つの構成体のうち、ボシュニャク人やクロアチア人を主体とした、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属しており、中央ボスニア県に含まれる。バニャ、ルカ、ムルコニチグラード、ドニバクフを結ぶ、道の交点にあたり、 プリバ川とブルーバス川の合流地点にある。ヤイツェは14世紀に初めて築かれた町であり、その時代に独立していた中世ボスニア王国の首都であった。町は要塞化され、門を有し、また町のそれぞれの門を結ぶ城壁と城が町を守っていた。1463年にボスニア王国がオスマン帝国の配下となると、ヤイツェは オスマン軍に占領されるが翌年には、ハンガリー王国のマーチャーシュ一世に奪取される。ヤイツェから順数キロメートルのところには、ヤイツェよりも小さいコモティンの城と町があり、かつてのヤイツェの町は、コモティンにあったが、国史病の流行後に、現在の場所に移転したと信じられている。ハンガリー支配下では、ボスニア王妃、カタリナ・コサチャイ・コール・コトロマニッチが、 セール化聖堂を建て直し、これが今日の刃で最も古い聖堂となっている。1527年、オスマン帝国の拡大に屈したボスニアで最後の町となった。異なった時代に異なった支配者の下で、キリスト教聖堂とイスラム教のモスクが建てられ、宗教的多様性のある町となっていった。 ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議の会合が行われた建物第二次世界大戦で、ヤイツェは歴史に大きく名を残すこととなった。数軸勢力による占領に抵抗するヨシップブロズ、ティトを率いるパルチザンによって戦後の統治体制の前進となるべく設立されたユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議の会合が 1943年11月21日から11月29日にかけてこの地で開かれ、ユーゴスラビア連邦の設立、ティトをその首相とすることなどについて議決された。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争初期には、ボスニア・ヘルツェゴビナの主要3民族いずれもがこの町に居住しており、セルビア人の多く住むボスニア北部、ボシュニャク人の多く住む中部、 クロアチア人の多く住む南西部の交点であった。1992年4月末から5月初頭にかけて、ほぼすべてのセルビア人がこの町を去り、スルプスカ共和国支配地域へと脱出した。1992年10月の10日から11日にかけての夜に、セルビア正教会の聖堂は爆破された。1992年夏には、 スルプスカ共和国軍が激しい攻撃を加えた。ボシュニャク人とクロアチア人の間で協力関係が機能していなかったこともあり、セルビア人勢力は10月に町を占領した。ボシュニャク人とクロアチア人は、ディビチャニを経て、トラブニクへと脱出した。クロアチア人勢力の反転攻勢は1995年の8月から9月にかけて行われ、町は、 クロアチア人勢力の支配下となり、セルビア人住民のほとんどが町を脱出した。デートン合意では、ボシュニャク人やクロアチア人を主体とする構成体、ボスニアヘルツェゴビナ連邦の領域となることが決められた。1931年の時点では、ヤイツェは、イエゼロ、ドブレティチ、シポボなどと共に、ヤイツェ軍に属していた。ヤイツェからは、365人のセルビア人や、 ムスリム人がヤセノバツ強制収容所で殺害されたことが記録されている。ヤイツェの街と滝を描いたチョントバーリュティバダルコストカの作品。1903年ヤイツェの街には13.579人が居住しており、その民族別の内訳は以下の通り、デートン合意ではヤイツェを中心とする自治体の死会は変更され、 かつてムルコニチグラード氏やスケンデル幕府氏に含まれていたクロアチア人主体の村がヤイツェ氏に編入され、かつてヤイツェ氏に含まれていたセルビア人やボシュニャク人主体の村が他の自治体に編入された。ヤイツェ自治体の経済は貧弱なままである。ユネスコはスウェーデンのカルチュラーブ・ウータングランサーという団体と共に歴史的地区の再建に当たっている。 スウェーデンの団体の計画の用紙は、滝のある町の象徴的な眺望を形作る、歴史的な家屋を補修することである。2006年の時点で、ほとんどの家屋が再建されたが、要塞に関する作業が続けられている。2007年の選挙では、母主ュ人の政党が、ヤイ瀬自治体で多数を占めた。ヤイ瀬の滝街は、 プリバ川がブルバス川に合流する地点の美しい滝で知られている。滝は高さ30メートルであったが、ボスニアヘルセゴビナ紛争中に洪水があり、その後は高さ20メートルとなった。洪水の原因は、地震か、あるいは軍事攻撃による上流の水力発電所の破壊と考えられている。戦争による破壊の影響で、ヤイツェから、 周囲の村々へと通じる道路や、その他のインフラストラクチャーの状況は良くない。街の近くには、プリバコが広がり、ブルバス川が、街の中を流れている。数多くの歴史的建造物が残されており、セール化制度や要塞などがある。焼津には、豊かな歴史的遺産があるが、ユネスコ世界遺産の候補となったのは2006年が、初めてのことであった。 周囲は山々に囲まれており、美しい田舎風景が広がっている。ブルバス、プリバなどの河川やプリバ湖があり、地元民や観光客が訪れている。地元では湖はブレナと呼ばれている。周辺にはトラブニク近くのブラシチ山をはじめとする標高2000メートルを超える山々が連なっている。山々へと通じる道路はあまり状況は良くないが、 そこからの景観は素晴らしいものである。ありがとうございます。